デスストランディング続きをやっていきます。サムが寒がっています。では、ハートマンのところに行くんだけど、ついでがあれば、ハートマンのところのついでがある。じゃあこれを、待って、ちょっと待って、時間内、いや、近そうだから行けるしょ。時間内に届けろ。わかった。届ける。よし、時間内だな。よし、行こうぞ。大丈夫でしょう。貴重な魚、背負って、最適化して。よし、行くぞー。出動！出勤、出勤、ウーバーイーツの伊達でやってきてないぞ。よし。何ですか？まだネットワーク、何ですか？何ですか？なんかいろいろ出ました。アップデートしてください。そういうのはしてくださいよ。そちらさんで。はい、どこに行くか、どこに行くか。こうだな、今ここ。こっちでしょ？デボデボから、こう行きまして、こう行きまして、ハートマンのとこそこだから、こう行きまして、こっちに行け、行けるのかな、これ。この段差行けるかどうか問題があるな。行ってみるか。行ってみて、ダメならダメで。ダメならダメで、だから、こう行って、もうここまで、ここまでこう、行っちゃいます。はい。後ろじゃない？後ろだね。後ろから行く感じ。後ろから行く感じ。ここか。ここかな。行ってきまーす。誰に手を打ってるんだい、サムは。それで。で、中継地点を作るための準備ができているってハートマンが言ってたから、また結構大掛かりなことをするのかな。じゃあ、流ってね。よいしょ、よいしょ。
方、あの恐竜、でかいキリン、でかいキリンがいる。あの人は、あれは何なんだろうね。後にわかるのか、あれが。あれだったのかってなるかな。早かったんじゃない？生きた希少な魚を時間内に届けろ。生きた魚がどっか泳いでるってことだよね。お疲れ様でした。結果を表示します。結果って言われるとなんかちょっとそういうんじゃないんだけどなってなっちゃう。あ、劣化してる。あ、転んだ。ちょっとこけたからか。え、A なの？本当、結構早めに行った気がしたんだけど。ああ、そうなんだ。安全性がダメだったってことか。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は、ちょっと待って、こっちにさ、あの人は？あ、ここに行けばいいのか。ほい。ドアを開けるよ。ハートマン、今、生きてる時間？死んでる時間？生きてる時間？ハートマン？あ、今起きてる時間だった。過去とつながることで、さまざまな手がかりが判明したよ。大丈夫だ。うん、今帰ってきた。時間はある。ママに会ったとき、君に強い抗原抗体反応があったはずだ。そうだろ？ BT がいたからな。それもあるが、その他にも理由があるんだ。彼女の体内から大量のカイラル物質が検出された。それは君の体やスーツの表面に付着しているのとは訳が違う。あらゆる細胞内から検出され、しかも細胞活動は止まってる。君があそこで会った BT は特殊だった。彼女の子供であり、彼女自身のカーでもあった。カーとハーは通常のように分離せず、再体を介してずっとつながっていたんだろう。
そう考えるしかない。それで彼女に触られてもあざにならなかった。それだけじゃないんだ。あと10秒です。え、すごい話の途中。記録時間を細工した。ここからは本部の記録には残らない。見てくれ。どういうこと？デッドマンのメッセージだ。再隊と一緒に入ってた。サム、すまなかった。また内緒で荷物を忍ばせて。だが何としてもダイハードマンには内緒にしたかったんだ。記録に残らない荷物にする必要があった。まだ秘密にしておきたい。ダイハードマンの疑いが晴れたわけじゃないからな。サム、それはブリジットの再隊だ。密かに切断しておいた。胎児とつながっている再隊ではない。体の外側に向かって生えていた。大統領に頼まれたんだ。デスストランディングを乗り越える鍵があるかもと。ただし長官には言うなと口止めされていた。その再隊は腐ったりネクローシスしたりもしない。なんていうか完全に時間が止まっている。ハートマンなら何かわかるかもと思ってマウンテンノートシティ経由であんたに届けてもらった。デッドマンの推測は正しかった。これはママーの遺体と同じだ。どういうことだ？ママーとこの再体には共通点がある。細胞内から大量のカイラリウムが検出された。つまり大統領の再体はビーチにつながっていた。だからこれも時間の経過を免れた。それを私なりに考えてみたんだ。あくまでも仮説だが聞いてくれないか。かつて地球の生命を襲ったビッグファイブをはじめとする大小さまざまな絶滅、それらは地層に刻まれて記録されており、それらどの地層からも大量のカイダル物質が検出されている。つまり過去の絶滅期にも現在と同じように各地にビーチが出現していたのではないかということが言えるだろう。それはつまり、さあ、デスストランディングは過去に何度も起きていたのだ。復活した過去の記録と研究から考えられるのは今が第6の大きな絶滅期だということだ。6番目の、まさか。これは知っているか？1万年前の氷漬けマンモス。正解。これは5300年前のアイスマンだ。彼らにも再体があったんだ。バカ。そして例のマンモスやアイスマンも実は氷漬けされていなかったとしたら、つまりママの遺体のように時間が止まっていた。うん。 DS が起こったおかげで検体が全て失われてしまった。だからもはや実物を調べることはできない。しかしデータの断片は残っている。カイラル通信でそれらをつなげばエボデボ技術によって再生することができるかもしれない。ではこれはどうだ。6550万年前のへその緒がある恐竜の死体、しかも腐敗していない。 ありえない。へその緒があるのは哺乳類だ。うん、いや、これは我々が知っている母子をつなげるための再体ではない。これはおそらくあの世とつながるストランドの一種なんだ。私の仮説だが、哺乳類の再体は DS の再体を模倣して進化したのではないだろうか。 DS は必ずしも生物にとってネガティブなものではないのかも。採用中。アンモナイト、恐竜、マンモス、アイスマン、いずれも時間が止まった状態の個体が発見された。かつて絶滅した生命になぜか再体があった。それらは全て再体でビーチにつながっていた可能性がある。さらに
これを絶滅体仮説と重ね合わせてみると、細胞付きの生物こそが絶滅体ではないかということが推測できる。そうだサム、絶滅体はその細胞によってビーチとつながっていて、その力を使い何らかの方法によってデスストランディングを招くというわけだ。ブリジットも絶滅体だったと言いたいのか。いや、それはまだ断定できない。というのも大統領の遺体は君が焼却してしまったからな。確かヒグスはアメリオを絶滅体だと言った。ドゥームスでもないと。サム、いいか、ブリジットが絶滅体だったと仮定すると、娘のアメリも絶滅体である可能性はある。少なくともブリジット亡き今、ヒッグスはそう考えているのかもしれない。やつは絶滅体のアメリを使って一気に大量絶滅を起こす。どうだろう、絶滅体という種の一個体にそれほどの力があるかどうか。彼女が絶滅体かもわからない。しかしヒッグスはアメリを利用しようとしている。そうだ、一刻も早くアメリを救わなければならない。あと1分です。どこかに捕まってください。これは本当の警告だ。サム、西へ向かってくれ。ダイハードマンとはどう接したらいい？今まで通りにしてくれ。私たちが疑っているのを悟られてはいけない。いずれにしろ今はカイラル通信をつなぐしかない。分かった。いやー、面白いなこの話。人間のへその緒はその絶滅体が持つ細胞を実は模したものであってっていう話がすげえ面白い。難しいけどね、難しい話だけど。ああ疑ってないよ、疑ってない。カイラル通信の中継拠点を修復する。全然疑ってないよ。そしてそこにキューピッドを接続するんだ。必要な機材はそこから持っていくしかない。代わりの機材はない。壊してはならない。荷物は大量にある。おそらくこれまでで最も困難な配送になるだろう。中継拠点の建設予定地についてはハートマンが詳しい。もう起きてもいい頃だろう。 AED を起動します。クリア。すまない、話は聞いたよ。沈んでしまった中継ステーションが建てられる前に候補地となっていた場所がある。ところがここは建設途中で破棄された。なぜなら安全性に多少の不安がある場所だったからだ。だが今はこれが唯一の命綱になる。そこをカイラル通信の中継拠点として使うんだ。幸い現地には当時の基礎システムが残っている。あとは君が必要な機材を運び施設を修復させてほしいんだ。今はカイダル通信を西へ伸ばしアメリを救うことが必要だ。君だけが頼りだサム。そうですか。どんな150キロ、そっからそこか。これは、まあまあまあ、もちろん受けますよ、そりゃね。受けるんだが。これはさすがに、車両なんだな、フローターだな。これを連結させる。連結させなくても1個で大丈夫かな。1個で大丈夫か。これをまずフィールドに置く。で、このユニットたちを一発で全部乗せる。あとは、特には大丈夫かな？グレネードある。ブーツある。血液グレネードと、グレネードラ
ちゃん持ってる。はしごは持ってった方がいいか。はしごあったっけ。プライベートボックスにはしごはあったかな。あるね。劣化してるけど、ロープとはしご1個ずつ持ってくか、これ。これ持ってこう、2つとも。手を。オッケー。ちょっと心持たない。はしごをもう1個持ってくかな。依頼が受注されました。はしごをもう1個ちょっと作ろう、やっぱり。ちょっと不安なんで。はしごとロープを1個ずつ作って持っていこう。OK。 よし。で、フロートをつないで。よし、行くぞ、サム。西に行くんだな。西にな。西とはどっちなんだろうな。まず見るか。この階段をどっちに行けばいいかだろうな。西、こっちか。まあ、遠いな。遠いけど、一回すべてのマーカーを消します。私はどこだっけ？私はハートマンのとこでしょ？今来た道を帰ってだ。こう行くしかないよね。うわ、遠いな。確かに困難だな、これ。こっち側から行った方がいいな、こっち側からな。ということはだ、発電機からこう行って、ネコデボ学者のところを経由して、なんだここ。ここ私が作ったクレーターのやつか。もしかして。こう行って、ここからこっちに抜けたいね。こっちに抜けて、で、こっからずいずーっと来て、どうなってんだ。まあ、ずーっと来て、ここのキワキワを通ってぐらい。ちょっとここら辺まで、ここら辺までしょ。これは長い道のりだな、結構本当に。頑張ろう、サム。なんか充電が途中でなくなるんじゃないかっていう不安はすごいあるけどね。なんかメールが届いたけども、ちょっとごめんなさい、メールは。これは長い旅だぞ。そうだ、作ったさ、これってどうやってやんの？切り替え、断層は全て共通。切り替え、こうなって、こうして、三角で切り替えれる。あー、これが、これが BPO、殺傷、これは眠らせるやつ。ほう。OK、了解っす。グレネードランチャー出てきたね。この BP にさ、足を引きずられた時、ライオンまで見てないやつと戦う時はもう鉄壁グレネードとかじゃなくて、グレネードを使わないとちょっと太刀打ちできないみたいなとこあんのかな。もうね、なんかそんな感じするよね。
ないと無理か。ここはロープを、あ、はしごがどっかにあるかな。はしごが、あ、そこにはしごがある。私が立てたはしご、あ、大丈夫。わーい、嘘嘘、なんか切れちゃった。なんか切れた。ちょっと待って、なんか切れた。フローターが切れた。ちょっとルー、ごめん、フローターが切れたんだ。どうすっけこれ。輸血、わー、輸血もしてるし。参ったら、参った、困ったマン大統領。どこにある私の荷物。私の、わー、これ大丈夫。どうすんのこれ、どうすんの、どうすればいいこれ、これどうすんだこれ。え、進んだ。え、これどうすんの。これここに降り立ってる。でも降り立てないよね。これどうしよう、どうしよう、どうしよう。これちょっとだけはしごじゃないんだな。荷物、荷物、荷物を、荷物、どうしたらいい。荷物ちょっとずつ降りて。ダメだ、ダメだ、どうしよう。これどうしたらいいの。これどうしたらいいの。あそこの荷物どうしたらいいの。待って、これどうしたらいいんだよ私。やばい、どうしたらいいんだろう。あれを、はしごを、はしごを取ればって感じなのかな。はしごを取ればあれが落ちてくるみたいなこと。破損しちゃうじゃん。でもそういうことなのかな。ちょっと待って、じゃあ、わかったわかったわかった。一回、まずはしごで上に行って、まず上に行く。で、上に行って、上に、これ登れないんだって。登れるよね。登って、で、もうちょっと登んなきゃ。登って、で、ちょっとこれはまずだ。登って、で、ここにロープを、レベル1、レベル1、ロープを、うん、ロープを、お、荷物、そう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 。荷物開始時の位置に戻ります。そういうことは再配置するの。また今のところ戻るってこと。ちょっと待って、私は諦めないよ、私は諦めないよ。そんな、そんな、そんなことでは私は諦めないよ。違う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 、こう言って、まず、いいことを思いついたんだ。まず、これをこうします。で、ロープを離す。で、このはしごを、これ私が作ったはしごだから、破棄、破棄した、破棄したところでか。で、これちょっと待って、ちょっと諦めないぞ、この荷物を。こうして、で、ここに、違うな、ここら辺、ここら辺で、この荷物を、そう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 、荷物をちょっとこう、ちょ、おいおいって、おいおい、おいおいってこうちょっと揺らす、揺らす、荷物を揺らす感じ、揺らす感じ、どう。あー、ダメ、ちょっとさ、この荷物、荷物をもうちょっとなんとかし、ならん、ならん、これ。荷物を、よしよし、ちょっとずれてきた、ずれてきた、荷物がずれてきました。荷物をずらして、ここでロープを離したらダメだよね。ここでロープを離したらダメだよね。もうちょっとなんだな、あそこな。よしよし、この上を何度もこうやってれば、あ、落ちたな、落ちたな、今落ちたな。どういった、どういった、私の荷物どういった。あった、よし、作戦大成功、作戦大成功だぜ。よし、なんとかなるもんですな、頑張れば人は。よし、人はなんとかなるもん。よし、行くぞ。今のほんと積んだかと思った。再配置をして、またハートマンとかやり直そうかと思ったけど、諦めなければやっぱり何でもできるんだ。自信がついたな、サム。こっちから行こう、自信をつけた。もう大丈夫だ、もう何があったって、もうサム大丈夫だ。この今の困難を乗り越えたら大丈夫だ。えい、あー、バッテリー、いざこざをやったらバッテリーがすごい減ってた。もう半分以下じゃん。あ、またちょっとちょっと来た。待って、上から落石、落石、落石、落石だ、落石注意、落石注意だけど、落石注意だけど、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。よしよし、危ない危ない、落石ほんとやだ。で、こっちか。あれさ、落石頭の上に落ちてきたら、ゲームオーバーとか死んじゃうよね、きっとね。ダメなんだよね、多分ね。なんかいい、いい具合の、いい具合の道だよこれ。あ、なんかあんな、あそこか。ここも結構
腕持ち。で、下に降りるにはこっちから行かないと。ルビの特性ないですか。あ、充電が欲しい、充電。あ、これ調子乗ると滑り落ちる系。降りるか、ここちょっとロープ使って降りるか。
そうだサム。あ、話しちゃった。違う違う、フローターをつないで、こうしてロープで、そっかドスンして、まあフローターつないだままでもいけるんか、いけるんか、一応いけるけど、あそういう感じになるか。切れた、切れたけども、切れたけども、ロープでフローターを使う。あ、自動で外れてしまいます。これ一回ロープを外して、一回これフローターつなぐ、また、ちょっとロープじゃなくてフローターをつなぐ。そうそうそう、ここからもういける、いけるんじゃない、なんとか、いけそう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 、ゆっくりゆっくり、どういう状態、前に出せ、前に出せ、わかるんだわ、前に出せ。
こっち側のどこかに行ったな。もうちょっとこっちに行って、もうちょっと先のところにロープを落とそう。そうすることによって行けるんじゃない。あ、てかここ行ける？あれ、ここ行ける？あ、ここ行けるじゃん。これ大丈夫。踏ん張りながら、踏ん張りながら、あ、ねえねえねえ、踏ん張りながら、超ジグザグ、超ジグザグ、ジグザグ、超ジグザグ。建設途中で破棄された施設があるはずだ、うん、その端末にアクセスし荷物を納品するんだ。わかった。建設途中のまさにあの上だな。あの上っぽくない？また上に上がるんか、どっかから。そういうことでございます。まあこれでビーンといってどこに繋がってる、これ下？下か。うわ、なんかドロンコ選手権やりそう。やばい、ドロンコ選手権すげえやりそうなんだけど。どうだろう、やるかな。やるよな。でもこの優雅な音楽が流れてるときはやらないか、さすがにな。そしてあそこの建設途中の、あそこ上から上がらないためか、こっちから。できるの？あ、できる。納品しかできないか。ごめんなさい。ちょっと劣化しています。ちょっとどころじゃないかもしれない劣化をしていますよ。あ、でも 2% だ。あ、よかったよかった。そんなにあった。あ、 S だった。あんなことが起こったのに。1日に60回死んで60回生き返る。あー、そんなトロフィーを。ハートマンのことだね。はい、これでなんとかここで建設できるんか。いいぞサム、配送端末にアクセスしてカイラル通信をつなぐんだ。はい、承知しました。うわー、なんか大丈夫これ。つなぐけどさ、何かが起きそうなんですけど。なんか嫌な予感するんだけど。もうこれ西、だいぶ西に来てるじゃん。アメリがいるとことも近いんでしょ。なんかちょっと出てきそう。ヒックス出てきそうだな。なんか嫌な予感する。大丈夫？大丈夫？つながっただけ？あ、結構西来たよ。君のおかげでここまでつながった。タールベルトを西へ渡ると最後のエリアだ。アメリまであと一歩。アメリカの復活まであと一歩だ。別に疑ってないからね。ここにはスタッフを派遣しセーフハウスを建てる。やがて新たなブリッジズの拠点として蘇らせることができるだろう、うん、タールに沈んだ仲間たちの意思を継ぐことも可能になる。君のおかげだ、サム。さあ、タールベルトを渡る方法を考えよう。
もしかしたら、でも本当にさ、このダイハードマンはもしかしたらヒックスとつながりあるかもしれんね。なんか、あ、メールがいっぱい届いてる。これ、これはもう、モーターをは、を、違うな、メニューで積み下ろしで、フローターを、違うな、フローターを積みたい。ちょっと待って、フローターを積みたい。フローターはもう切り離さなきゃダメだな。切り離して、フローターがすごい、手、繋がるんです。で、ここは、あ、そうか、まだ繋げないのか。別に何もできないのか。はいはいはい。そうなんですね。で、で、で、西に繋げってと、やばい、どこ行ったんだよ。今、やばい、何にもする、どうしていいか分かんなくなっちゃったよ、これ。タールベルトを渡れ。タールベルトってこっちのこと？タールベルトってどこだよ？タールベルトってこっち？あ、こっち？こっちか。タールベルト渡れ。はいはいはい。わかりました。じゃあ、こっちからブイーンとこっちまで行けということですね。はい。はい。そういうことですね。こっち、ん？こっち。まあ、下から行くんだな。よし。じゃあ、今回はこの辺にして、次回タールベルトを渡るんだな。タールベルト渡れる？これ。ほんと。じゃあ、今回はこの辺にして、次回はこの次からタールベルトを渡りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。